スケールボール。よし、ダイスロール。負け。こう、OK。マシンナーズリフォーメーションで。OK。ロボトリン切って。やーべえ、強そうだなー。マシンナーズモンスターに対応って手札に加える。OK。カーンド。やれだぜ、片隅。で、アレイダ効果で手札からその代わりにマシナーズカードを捨てて発動するから手札から特召喚。オッケー。インカーネル墓地に置いた。で、フライングペガサス通常。オッケー。で、召喚成功時効果から機械一族個性を釣ってくる。ここを無効にして特召喚。オッケー。で、起動効果。レベルを合わせる。合わせる。レベル10。で、エクシーズ召喚。そうなんだよ、新ルールですからね。やったぜ、グスタフ。グスタフマックス。うわー、よっしゃー。あくー。2000番カード1枚セット。そうだ、エンドフェーズだ。あ、そう、バトレインのサーチボンだ。スリマスリ好きなんだよな。どう？なるほど、悪くねえというか、まあだいぶいいか。だいぶいいな。スタンバイ。インフェース、ただ、とりあえず、ワンフォーワンいきます。ハンドの魔人道を切って、デッキからレベル1モンスターを特殊します。サイキックリフレクター。で、サイキックリフレクターの召喚、特殊召喚成功時に効果する。バスターモードか、バスターモードってテキストに書いてあるカード1枚を手札に加えます。当然、バスタービースト手札に加えさせていただく。そしてバスタービーストの効果増、こいつをポイントすることで今度はバスターモードを手札に加えることができるぞ。そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを自慢するぜ。いいだろ。バスタービーストを特殊召喚し、レベルを3つ上げるぜ。レベル7。シンクロ召喚レベル8。サイフレームロードオメガ。ごめん。そして通常召喚、暗黒の将来神効果増、多分除去じゃないな、ドバッグ。七星の開門を持ってきます。発動、よし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 、オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞ。高麗を刃物持ってくるのに、追加召喚権を行使して混沌の召喚神を出場召喚。インチキインチキチキチキハモンチキチキハモン特殊召喚。そして混沌の召喚師の効果発動、デッキから失楽園を手札に加えるぜ。シャキン、失楽の霹靂を貼っておこう。そして失楽園を貼って、じゃあ都道、うん、いや文句言っちゃいけねえよな、ツードローもしてな。魔人道が実は帰ってきていたよ、手札から切った時に。カードを2枚セットするとまた埋まっちゃうか。2枚セットやったら大丈夫かな。枠が多い。逃げろか。正直混沌の召喚神そんな重要性ねえだろ。相手のハンドと一緒に逃げる子か。やばい、うん、こっち。お、次の自分スタンバイフェーズなんで。お、緊急ダイヤ抜いたのいいんじゃない。バトルフェーズに入らせていただく。やばい、ハモンをこう、ハモンでグスタフマックスに攻撃。知らない、通ってよかった。
ダメージ、戦闘ダメージ1000プラスバーンダメージ1000。バーン1000ダメージってわけだ。ただカーネルは出てきてしまうというわけか。カーネルの属性がその効果で破壊された場合、かかる特徴かな。いいでしょう。私はこれでバトルフェザー終了するが。随分もなし。メイン2からターンを終了。まあ、緊急ダイヤがいった。道路。緊急ダイヤいったの偉いな。オメガ偉すぎ。オメガ偉いね。バトル、カーネルで。じゃあその攻撃宣言時に、サブテラーの継承発動。うん、これは効果なんで、遅延がなければ処理したい。OK。OK。暗黒の将来心を墓地に送って、闇属性のリバースモンスターを手札に加えます。魔人道。攻撃対象選択し直し。こいつ魔人道。バース効果何だっけ？デッキから悪魔族モンスター一体を墓地に送る。か。じゃあリバース効果増。魔族モンスターを墓地送る。ファントムブカウスを墓地送るぜ。やることもないか。で、ドローンをもらいます。ドロー。ああ、そしてスタンバイフェーズに緊急ダイヤと一緒にオメガが戻ってくる。はい。メインフェーズに入りたいです。はい。ヒス楽園の2ドロー、うん、忘れてた。こんな最強の効果を忘れるとは。なんたる最強カードだな。最強カード引いたな。裏側守備は破壊しないとね。うん、参照できないと。だよね。うん。とりあえず、七星の開門の効果を、魔人道コスト。うん。ファントムスカースを特殊感。うん。そして、手札で来たら墓地をくれた魔人道は、再生。うん。とりあえずじゃあ着地にやれる効果どうぞ。死の対象に。OK。あ、メガフォンか。でも26やんな。サブテラーの継承を発動。うん。効果で。ジブラタール切って、まあ、ここはサブテラーの通して。なるほど。決済セット。謎のカード1枚セット。サブテラの決戦の効果そう、うん、ピラ再セット後リバース効果そう、うん、サブテラカードサーチ。サブテラマリスグライオス。これぞハンドに加えた臨場感。カード名のことあるモンスター2体クロシップ1000払った。リンク先に融合体出しちゃおう。サブゾン同時サクリファイス。そんな買うわ。リンク先に融合モンスター特殊召喚された場合に黒チップの効果発動。シンクロと融合適用。多分チェーンでぶっ殺されたらリンク先参照できないから黒自分を効果しないと思う。じゃあそのまま最初はね。OK。3000以下をぶっぱに、じゃあチェーンしてオメガだね。うん。手札と一緒に。じゃあ真ん中。デリクレーンか。そのせいだね。マリっていう感じかな。でその後ババババババ。そしてチェーン1の黒自分の効果はリンク先にモンスターが存在しないため不発。まあこれでねカーネルを一旦どかすということですよね。うん。あの終了。なるほど。
これはドロー。準備が大変だからね、このデッキ。このデッキ回らず準備大変だ。メガフォームリリース、ここから。どうぞ。いや、そもそもランク10組まれるっていうのが嫌なんだよ。出場。はい。対象はカーネルデ。いいでしょう。で、対象カーネル。起動効果。オッケー、ランクを合わせる。もう一回スタッフで。オッケー。で、無線ダメで発射。痛い。ビビくか。やばい。やばい。死ぬ。ギリ生きるか。6000になるだけだもんな。あの手札がリミット解除じゃなかった、リミッター解除じゃなかったら大丈夫。リミッター解除だったら死ぬ。リミッター解除だったら死ぬのはもう別にさっきからだからな。オーバーキルだよ。さっきからだからな。リミッター解除死ぬのは。2000アップ !6000! ついに波紋を超えられてしまった。そのままバトルだ。やばいぜ。家辺で波紋を超え。いやー、2000ダメージ。あー、ビーねー。このカードは1ランク当たるフェーズ中にこのカードのエクシーズ素材プラス1まで攻撃できる。ただ、失落の霹靂の効果で波紋がフィールドを離れたので、このターン、すべてのダメージをゼロ。バーンもゼロだ。なんと。死ぬことはない。安心だ。攻撃。魔人との告発を。お前。悪魔族モンスターをデッキから墓地送るぜ。暗黒の召喚神を墓地送っておく。さらちにされちまったなぁ。これでなんと次は6000以下のモンスターをそれに高い。やばすぎて臭い。エンドだ。エンドフェイス。サルテラの継承の効果ゾー。サルテラマルツグライオスを墓地に送って、サルテラの妖魔をハンドイン。私のターン、ドロー。スタンバイにオメガが戻ってくる。張り替えた、うん、地中海シャンバラの効果と、うん、サブテラカードを手札に、あ、サブテラモンスターを手札に、はい、リオマをハンドイン。で、そのままヨーマを追従召喚。追従召喚成功時、カーネルの効果、対象に取る効果だよね。対象に取る効果、自身を。じゃあそれにチェーンしてサブテラーのヨーマの効果。なるほど。自分フィールドのサブテラーモンスターを対象に取って、こいつを、手札フィールドから墓地を送ることによって、その効果を無効にして対象のモンスターを裏処分する。なるほど。こっち、うん、OK、 OK。 とりあえずこれでカーネルの脅威は消え去ったというわけだ。そして、シャンバラの効果で1対1度サブテラモンスターを反転、うん、で、起動効果、うん、対象ここ、対象、どうせ寝てるし、オメガこのターン守備表示にしてないから、でも一旦守備表示にしたところでなんかボカンとやられても嫌だが、そうなったらしょうがねえということで、対象ここで、うん、サブテラの4番の効果発動で一瞬裏守備になってくれオメガぐらいですを、裏守備で得しようか。して、で、サブテラの決戦の効果。一旦にとサブテラを裏返す。うん。グライオス裏返して、再セットした後、リバース効果発動。デッキからカードを墓地送る。王家の神殿継承を発動します。はい。じゃあグライオス墓地を送って、レベル6の地属性聖獣セルケトを手札に。で、再セット後、七星の開門の効果を発動。セルケトをポイッとすることによって墓地のファントムカウスを特殊召喚。うん、
で、あとはフィールドにレベル10モンスターを供給しないといけないということですね。じゃあやっぱり召喚士の効果使わないといけなかったんだ。バトルフェーズは行えねえ。残念。波紋を特殊召喚。1ループ目にレベル10モンスターが必要っていうのは若干バグ。一旦融合モンスターレベル10が出ればね、サルベージできるんだけど。そして七星の買い物効果。まあ要するにレベル10ってそういうふうあれだから許されてる効果だよね。王家の神殿を永続魔法なのでレベル10がいるときにサルベージすることができるぜ。そして王家の神殿を発動。ファントムオブカースの効果像。一応ちょっとオメガを反転召喚しておこう。フリンチで見られる。じゃあセルケと対象にとって除外してターンシュルジュまでセルケと。じゃあ王家の神殿の効果発動。融合させていただく。バトルフェーズが行えないのはこいつも一緒なんじゃねえのか。ドラグーンディエンド。ドラグンディエンドはなんと破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを与える。対象ジャガーノートリーネド6000。通るか。通るよ。やったー。6000ダメージ。やべえ決着の仕方したけど。ジャガーノートリーネド打点側だとなったな。これ気持ちいいね。これがグスタフマックスとかだとランク3000ダメージ&グスタフマックスの2000ダメージでも1000足りなくてやばかったんだけど、6000っていうもんデカデカモンスターがいてくれて助かったぜ。マジでやっぱ打点は正義よ。打点は正義だった。正義だったな。